アモルの占い処方箋、魔法の言葉でお悩み解決。はい、綾乃さんね、今日はどういうご相談ですか？はい、私日本語がちょっと苦手、下手で、で結構語彙力や理解力がないって言われることがあって、なんか文章にまとめるのも苦手みたいで、うまく伝えることができず、傷つけたり怒らせたりしちゃって、よく周りに何言ってるのみたいな感じに言われちゃうことがあるんですけど、私はできないからどうしたらいいかわからないみたいな風になってしまうと余計に、どうやって話せばいいのかわかんなくなる。そうですね、なんか、伝わらないだろうなみたいな感じに思ってるところあるかもしれない、どっか諦めちゃったりとか、あと余計にうまく伝えなきゃいけないっていう風に意識しちゃいすぎる。もうそのせいで緊張が、逆にしちゃうよね、でなんか一つ自分が好きなブログとかでもいいし、SNS でもいい、何でもいいんだけど、この人の文章面白いな、一番自分で理解しやすいものを読んでいくといいです、そうするとその人が伝えたいこと、を理解しようとするから自分が、そうですね、そうすると自分も、あ、じゃあそういうふうに表現すればいいんだなっていうことが分かる、数を増やしていけばどれかをチョイスできるようになるから、ちょっとそれでメッセージいただいてみますね。はい、1枚ねちょっと引いてもらっていいかな。はい、綾乃さんに必要なものにちゃんと目にしてる、必要なもの、だからそれをスルーしないで見てあげること、その中から導き出せます、自分の回答を。わかりました。目に映る視点を変えることで自分の表現を導き出せていく。はい、お大事にしてください。ありがとうございます。はい、やってみてくださいね。はい、ぜひ。ありがとうございます。